革命的共産主義者同盟全国委員会は、川共同系の日本の震災翼党派の一つ。当初は本田派、前進派などと呼ばれていた。2007年の関西派との対立と、その離脱以降は、中央派、東中央、安田派などとも呼ばれる。反帝国主義、反スターリン主義プロレタリア世界革命を掲げる、テロ組織。公然拠点は、前進者。 機関紙は前進、機関紙は共産主義者、学生組織は丸学堂中核派、警察白書では極左暴力集団、マスコミは過激派と呼んでいる。正式名称は革命的共産主義者同盟全国委員会。通称の中核派は、本来は川共同第三次分裂後に学生組織である丸学童の本田支持派が名乗った分派名で、 上部団体の正式名称には、中核派は含まれないが、便宜上、中核派を自称する場合も多い。当初の多少は、ホンダ派、前進派、袋派など。2007年の分裂後の多少は、川共同再建協議会からは、安田一派、警察等からは、党中央、中央派など。1957年の川共同結成、1958年の、 川共同第一次分裂、1959年の川共同第二次分裂、1963年の川共同第三次分裂を経て残った全国委員会が通称中核派を形成した。反帝国主義、反スターリン主義の旗の元万国の労働者、団結せよ、をメインスローガンに世界共産主義革命の一環としての 日本共産主義革命を掲げ、その革命は暴力革命で樹立すべき政権はプロレタリア独裁であるとする。この反帝国主義、反スターリン主義では真の共産主義の実現のため資本主義国家の転覆とともにソビエト連邦や中華人民共和国などの既存の社会主義国を世界革命を放棄し帝国主義との平和共存政策を基調とする。 スターリン主義と規定し、打倒対象とする。朝鮮労働党と日本共産党もスターリン主義と規定し、打倒対象とする。分裂した角丸派も同じ反帝国主義、反スターリン主義を掲げるが、角丸派の理論重視、組織重視、党建設重視に対して中核派は大衆運動、武装闘争を重視し、 共産主義者同盟や社制度解放派など多党派との共闘も言った。1960年代、権力に対する外党武装闘争、大学闘争などで震災抑最大の規模、勢力を持つに至った。1966年の3回大会で帝国主義の根底的動揺の開始を表明。その後の1974から75年の世界、同時不況、 高度成長の終焉をもって、資本主義の歴史的名脈は尽きたとする。これをもとに、情勢認識を、革命情勢は成熟していると規定し続け、その情勢認識から急進的な路線を打ち出し、その時々で、大学闘争、街頭闘争、三立化や、ブラック解放などの諸闘争、物理的な党派闘争など、多数のテロ事件、ゲリラ闘争を行ってきた。 冷戦終結後、1991年5月の5月テーゼ以降は、武装闘争路線によって疲弊した党組織の立て直しを図り、労働運動路線へと転換。自派の労働運動を展開しつつ、労使協調路線の連合、全労連を体制内労働運動と規定して批判している。2006年頃より、帝国主義戦争を内乱へのスローガンに表現される。 旧来の路線から道路千場を軸とした階級的労働運動路線にさらに転換した。それへの反発などから2007年頃に関西派などいくつかの分裂と離脱を引き起こした。道路千場派を自称するいわゆる中央派は現在労働運動の力で革命野郎をスローガンにしている。思想は反帝国主義、反スターリン主義、目的は 反帝国主義、反スターリン主義プロレタリア世界革命。九百五十九年九月、創立者の本田信用氏の、全身総関号の関東論文での呼びかけは、反帝国主義、反スターリン主義の旗の下、川共同全国委員会に結集せよ。二千九年の考慮草案では、目的は、資本主義、帝国主義の、完全だとイコールプロレタリア世界革命の完遂と、 階級社会の廃止、真の人間的な共同社会イコール共産主義社会の建設とした。現在の帝国主義は反革命に転落したスターリン主義の裏切りと補完により延命しており、国家独占資本主義政策や新自由主義政策は最後のあがきとする。このため労働者階級は暴力革命であるプロレタリア革命とプロレタリア独裁の国家樹立が必要で、 そのためには、非合法、非公然で、マルクス主義の世界単一の労働者階級の等が必要で、あるとして、日本帝国主義だ等、天皇制粉砕アメリカ帝国主義だ等、中国スターリン主義だ等、などを主張する。1955年の日本共産党、第6回全国協議会や、1956年のスターリン批判、ハンガリー動乱によって、 日本共産党の権威は大きく揺らぎ、共産主義者の新組織を結成する動きが始まった。1957年1月、黒田寛一や太田隆らを中心に結成された日本トロツキ氏と連盟はその一つである。同組織は日本共産党への加入戦術で組織拡大に成功。同年12月に革命的共産主義者同盟に改称した。 まもなく川共同では、大田竜や西京市を中心としたトロツキスト派と、黒田や本田信義を中心とした革命的マルクス主義者グループがトロツキーへの評価や、第四インターナショナルへの交流などをめぐり対立を開始。1958年、大手派が川共同から離脱し、日本トロツキスト同士会を結成した。続いて1959年初頭に黒田が、 日本民主青年同盟の情報を警視庁に売ろうとして未遂に終わっていたことが発覚し、同年8月の川郷道第1回大会で黒田はスパイ行為という階級的裏切りを理由に除名された。同時に残された本田信義ら RMG も黒田の後を追って川郷道を離党。黒田とともに判定。 ハンスターリン主義をテーゼとする革命的共産主義者、同盟全国委員会を結成した。黒田は、議長、本田は初期長に就任した。さらに川共同全国委は共産主義者同盟とその学生組織である社会主義学生同盟に対抗する形で、独自の学生組織としてマルクス主義学生同盟を組織し、60年安保闘争を追い風にして、 勢力を伸長させた。安保闘争後は文都が闘争の総括をめぐり、分解していったのとは、対照的に組織を維持した。その結果、崩壊していった文都から、多数の活動家を川共同全国位に吸収し、組織拡大に成功。文都から流入した、活動家の中には、清水武雄、北小路里氏、須山健一など後の中核派幹部の姿もあった。 1962年6月、第6回参議院議員通常選挙全国区に、黒田寛一を川共同全国移行人の候補として、擁立する。選挙スローガンに、米祖核実験反対、憲法解約阻止、大学管理制度解約粉砕、戦う労働者等を作ろう、帝国主義打倒、ソ連官僚主義打倒を掲げて、組織の総力を挙げて選挙戦を戦ったが、 得票数、約2万3000票余りで落選した。右翼団体の第日本愛国党総裁の赤尾、佐藤氏が同選挙において12万票余りを獲得したのと、比べれば、惨敗であった。これが、中核派と角丸派に分裂する以前の川共同全国位の最大の闘争となった。1962年9月、第三回川共同全国位総会が開かれ、 党建設方式や、労働運動戦術をめぐり、本田派と黒田派が対立した。対立は、組織を二分する大論争に発展。三前奏から半年後の1963年4月、ついに川共同全国委の議長、黒田寛一や副議長、松崎明ららが脱党し、川共同全国委から分離する形で、日本革命的共産主義者同盟革命的。 マルクス主義派を結成し、残った川共同全国位が中核派となった。なお、中核派の名称であるが、本田派が全国位政治局の多数を握ったことから、正式名称は引き続き川共同全国位のままだが、学生組織、マルクス主義学生同盟の多数は黒田についたために、学生組織は新設されることになり、帰還指名の中核から、 マルクス主義学生同盟中核派と名付けられ、上部組織の川共同全国位も中核派と呼ばれるようになった。1965年には、参院選の全国区に、関西地方委員会副議長の浜野哲夫が中核派、長崎造船社会主義研究会、共産主義者同盟マルクス主義戦線派3派の統一候補として、社会主義労働者戦線公認で出馬し、 約二万八千票を獲得し落選した。九百六十年代後半から激しさを増していったベトナム戦争に対して世界的な反戦運動が高まる中で一貫してアメリカの政策を支持していた当時の佐藤栄作首相が九百六十七年十月八日に南ベトナムを訪問するために羽田空港に向かった時これを阻止しようとして集まった3波全学連や 反戦青年委員会が初めてヘルメットと角材で武装して警察の機動隊を突破しようとした。この事件以降、急進的な学生や青年労働者は1968年1月の佐世保基地における原子力空母エンタープライズ機構阻止闘争や同年の10.21国際反戦デー闘争などベトナム反戦日本の参戦国家組を掲げて 激しい街頭闘争を繰り広げることになる。中核派はこれらの闘争を70年安保の前哨戦とし、激動の7ヶ月と呼称して全力突入、その動員力、戦闘性において軍を抜く存在だった。また、同時期、学生運動では当時世界的に広がったスチューデントパワーが東大、日大をはじめ日本全国の大学にも波及し、 全学ストライキとバリケード封鎖の嵐が巻き起こった。それは、規制自治会を飛び越えて作られた全学共闘会議が主導することが多く、この時期の学生運動は全共闘運動とも呼称される。中核派も含む震災翼諸島派は、この学生反乱を70年安保闘争と一体のものとして参画していく。警察の取り締まりによって組織が消耗した結果、 1970年6月の安保条約自動延長に際しては、ゲバルトイコール街頭実力闘争を手控えた中核派だが、戦闘力の回復した71年には再び激しい街頭闘争を展開することになる。三里塚闘争における3月、9月の行政大執行において、他の震災翼党派同様に中核派も組織を挙げて、現地闘争に参加した。また、 同時期に、沖縄返還闘争にも、熱心に取り組み10.21国際反戦で、大阪正明が機動隊員を小殺したとされる、渋谷暴動事件、松本老法家で警備員を殺害した、日比谷暴動事件を起こした。これらの事件は、日本帝国主義はすでに政治的には、崩壊状態であり、機動隊によって、過労死て提示されている。 機動隊国家であるという情勢認識から機動隊殲滅という警察官の殺傷そのものを目的としたスローガンが公然と掲げられた。この一連の沖縄決戦において中核派は大量の逮捕者を出したが、1968年の時期と比べると大衆的な広がりを持ったとは言えず政治的な成果は乏しいものだった。また、 格丸派の武装襲撃とそれに対する報復もこの時期に激しさを増し70年安保沖縄闘争における敗北感と路線喪失が次の時期の内下場の季節につながっていく70年安保闘争期中核派をはじめとする多くの審査翼闘派は該当実力闘争に熱心に取り組んだそれに対して組織の維持拡大を重視する格丸派は 大学自治会の支配権獲得に力を注ぎ、該当実力闘争を権力に対する挑発行為と批判。さらに東大闘争において1969年1月の機動隊導入の直前に敵前逃亡し、角丸派は完全に孤立した。そこで角丸派は暴力的党派闘争による多党派解体と勢力拡大を目指す路線を取り、民主青年同盟並びに、 すべての審査翼、さらにはノンセクトに対してまで暴力的襲撃を始めた。とりわけ、審査翼党派で同じく最大級の規模を持つ中核派と解放派に対しては激しく行われた。中核派は該当実力闘争による大量逮捕で組織を弱体化させていたので、この攻撃で一時大きなダメージを受ける。これに対して中核派と解放派は組織を 軍隊化させ、暴力的報復を開始。この中核派、解放派と角丸派の内ゲバは、互いの組織壊滅を目的とした、生産な殺し合いへとエスカレートしていくことになる。血で血を洗うこれらの内ゲバは、学生運動を弱体化させ、大衆が新左翼から離れていく、大きな原因の一つとなった。1975年3月14日、 中核派の最高指導者だった、本田信義が角丸派の構成員によって、殺害された。この、最高指導者の暗殺という事態に、中核派は角丸派幹部である、黒田寛一、松崎明、土門はじめの革命的処刑を宣言し、凄まじい報復を行った。しかし、現在に至るまで三死の、革命的処刑は実現していない。中核派の、 軍事部門を指揮してきた清水武雄がまとめた統計によると73年9.21以来の中核派の対核丸派赤色テロは件数で436戦闘完全殲滅43人そのうち75年3.14以後の核丸派の死亡は31人核丸派と解放派の構造の死者を合わせて内下馬戦争は100名近くの死者を出した 被害は、両派とは関係のない一般人にまで及んでいる。1974年2月6日に、琉球大学校内で、中核派が角丸派と誤認して、無関係な一般学生を殺害するなど、中核派は、一般人を角丸派と間違って襲撃する、誤爆事件を複数起こしている。このような一般人の巻き添えについては、中核派はそもそも誤爆であると認めておらず、 したがって、これまでのところ被害者に対する謝罪などはほとんど行われていないと在日本朝鮮人、総連合会による組織的な抗議を受けて謝罪を表明したことがある。1980年代に入ると、三里塚闘争で一つ母裁共有化運動の是非をめぐって三里塚、芝山連合空港反対同盟内部での対立が激化し反対。 三成両派が分裂した。共有化運動を推進したのは、厚田派と呼ばれ、第四インター統一初期局派らが支持共有化運動を、土地の売り渡し、金儲け運動として反対したのは、北原派で、中核派、河老郷派間派らが支持した。反対同盟内部の対立は、それぞれの支援党派の対立に発展していく。中核派は、第四インター派を、 公団に土地を売り渡そうとする新しい方の反革命と規定した。そして1984年1月、全国一斉に5カ所の第4インター派メンバーオタクを襲撃、7月に再び一斉に3カ所の第4インター派メンバーオタクを襲撃した。これらのテロによって8人が重傷を負い、そのうち数とは頭蓋骨陥没、数とが片足切断の重傷となった。 全身市場でこのテロの戦果を発表した際には、襲撃した第四インター派メンバーの本名と職場、そして地盤までの住所を掲載した。さらに中核派は、第四インター派のメンバーや、厚田派所属の空港反対派の家、あるいは、一坪共有者の自宅や、勤務先に押しかけたり、脅迫電話をかけて、次はお前だなどと組織的に同活を展開した。 千葉県収容委員会会長襲撃事件では、犯行声明を発表した。また、成田現地闘争の際に、厚田派所属の農家や1987年に、北原派から離脱した小川派の農家の軒先で、名指しで、脱落派を粉砕するぞ、と市プレヒコールを挙げるなどした。ところが1988年に、中核派は、脱落派の最強有化に応じた人々を含む、 全国1200人の一坪共有者に訴える。その権利を絶対に守り抜くことは、人民の正義であり、三里塚闘争勝利のために、不可欠であるとした。ただし、第四インター派へのテロや、引田原派の反対派の丘への同活について、何の謝罪はしていない。ただし、中央派と決別した革命的共産主義者、同盟再建協議会が2009年に第四。 インターへのテロについて、革命軍戦闘という方法での軍事的殲滅戦は明らかな誤りであったと、階級全体に自己批判するとしているが、第四インターや被害者への謝罪はしていない。なお、中央派は関西派のこの自己批判に対し、塩川はじめ派の敵対粉砕を第四インターに自己批判し三里塚闘争の原則解体に走るという声明を発表した。 第4にインターへのこうした内毛場に対しては、被害を受けた第四4ミインターからは、もちろんのこと、外部からも批判が集中した。後に中核派を離脱した小西誠によると、中核派組織内においてすら批判的な声は少なくなかったが、指導部の批判する者は組織をされという統制によって、中核派内部の批判が公然化することはなかったという。 この第4インターへの打ち下場は、それまで新左翼格闘派や各種の大衆運動界隈の一部に存在していた中核派への好意的空気、同情的空気を決定的に失わせた。また、三里塚闘争の分裂は各種の大衆運動の分裂へと波及し、中核派はいくつかの大衆運動から角丸派と共に排除される傾向が強まることになった。 当時の中核派は統一戦線より独自路線による運動展開を優先した側面もある。全共闘運動当時のような大衆的な拡大、勢いを失った中核派は、その後、1980年代に入ってゲリラ闘争にその活路を見出し、数々のテロリズムを引き起こした。同派の非公然組織、革命軍は、これまでに運輸省幹部宅や、 新東京国際空港公団幹部職員宅などに対する爆破、放火、放火未遂ゲリラ事件、脅迫事件を数十回も引き起こした。また、ドーハが敵と見なした人々の住所等の個人情報や、弱みを調べ上げ、共有、拡散と称して、不特定多数の人々に対し流出させて、無用の奮起を煽り、事業を続けることができないようにしたり、 精神的なプレッシャーをかけて中核派の要求を飲ませるという嫌がらせ問題を起こした。また、自由民主党本部や空港施設などを狙った火炎瓶や火炎放射器を用いた放火ゲリラ事件、警察署襲撃事件、警察環境宅への放火ゲリラ事件、国電同時多発ゲリラ事件など150件を超える事件を引き起こした。百八十五年頃からは、 圧力釜爆弾、次元発火装置の製造や、飛距離が数キロメートルに及ぶ、迫撃弾、ロケット砲も使用するようになった。1985年10月20日には、河老橋などと共に10点に異例、成田現地闘争で、機動隊と大規模に衝突し、1986年の第12回先進国首脳会議では、新東京国際空港と迎賓館に向けて、 迫撃弾と飛翔弾を発射する事件、放火事件、皇居の爆破未遂事件を起こした。1988年9月21日には、千葉市内の路上で、当時千葉県収容委員会会長で弁護士の小川、明を襲撃している。小川弁護士は全身を革命軍から鉄パイプで殴られ、両足と左腕を骨折するという重傷を負った。このテロに、中核派は、 犯行声明を出し、収容委員会会対闘争と称して、電話と手紙を集中せよとして、他の収容委員全員の住所と電話番号を、機関紙、全身に掲載した。中核派は、収容委員及びその親族に対し大量の、脅迫状と脅迫電話を送りつける手口で、家族ごと殺すなどと脅迫を行い、その結果翌月、ついには、 収容委員全員が辞任する事態となるに再建された。中核派による闘争が最も激しかったのは昭和天皇法御と皇太子秋人の天皇即位に関連して1989年から約2年間の天皇決戦であった。中核派は大城債奮債と称して一切が軍事的決着として帰結する死当戦を行うことを宣言。 大山積神社や北県の国神社等の、旧日本軍の戦士につながる神社や、三千院、忍那寺、昇蓮院など、皇室とゆかりの深い神社仏閣に対する器物、損壊、放火事件を起こした、京都寺社等同時放火事件を皮切りに、伊勢神宮に対する、迫撃弾発射未遂事件、伊勢神宮爆破未遂事件、日立宮正人新郎襲撃未遂事件、往来妨害事件、 行政対象暴力事件、企業同活事件、新幹線線路爆破未遂事件、造船所放火事件、成田空港襲撃未遂事件、新東京国際空港公団関係者脅迫事件、成田空港域形成電鉄列車への放火事件など、124件ものテロゲリラ事件を引き起こした。これらの中核派によるゲリラ闘争に関連して、複数のゲリラ事件で、 一般人の巻き添えと犠牲者を出している。1975年9月4日、中核派活動家が横須賀緑層アジトで爆弾を製造しているところ、誤って爆発させ、同アパート住人2名が死亡した。1983年6月7日には、千葉県四街同市の成田空港関連の航空燃料用パイプライン輸送不設工事現場の販売に放火して、 労働者2名を消費させている。1984年10月1日には、佐原市にある成田用水事業の請負い業者社長宅を放火。社長宅の他に成田空港問題とは無関係の近接した住宅2棟も全焼させた。これらのゲリラ闘争における一般人の巻き添えについて中核派は未だ一つとして、 被害者遺族らに謝罪も賠償もしていない。対立党派で宿敵である、角丸派との内下馬も、1980年代に入ると、両派ともに組織が、内下馬戦争によって疲弊化したことで徐々に、昇降化していったが、国鉄分割民営化をめぐる過程で、角丸派同盟員と目されていた、国鉄動力者労働組合や新。 国鉄労働組合 JR 総連の活動家を襲撃するなどした。また、かつて角丸派が行ってきたような大学構内から、他党派やノンセクトの活動家を暴力的に排除する党派による恐怖支配を中核派も法政大学、京都大学をはじめ各地の大学で強めることになったと語る当時の活動家も存在する。テロゲリラ闘争は、 警察からの厳しい取り締まりと運動の孤立化を強める結果となった。さらに無謀な非公然活動を重視、武装闘争路線によって組織が著しく疲弊し、通常の活動もままならなくなる事態となった。そのために、1990年代以後の中核派では、テロゲリラなどの武装闘争を控えて、組織拡大に重点を置き、市民運動や、 労働組合への浸透を図る合法的な戦術をとっている。これは1991年に中核派が将来の革命情勢に備えてテロゲリラ戦術を行う技術力を堅持しつつも当面は武装闘争を控え大衆闘争を基軸に党建設を重視するとの方針を決めた5月底前に基づいた戦術である。ここで注意しなければいけないのは 組織拡大とは単に同派の同盟員を増やすことだけではなく、同派と関連がある労組、団体の拡大や設立、かつてはほとんど関係がなかった団体との交流による影響力拡大も含まれることである。労働運動の分野では、自治体、郵政、教育、JR を四大三別として、労組への影響力拡大を図っている。その一環として、毎年11月頃に、 全国労働者総決起集会を東京で開催しており、2009年に行われた11.1全国労働者総決起集会では2300人を動員した。歴史教科書問題では2005年新しい歴史教科書を作る会が執筆した不創者発行の教科書を採択反対運動に積極的に介入し、東京都杉並区などで激しい反対運動を起こしている。 東京都杉並区、千葉県勝浦市、大阪府泉佐野市、高槻市、八尾市、沖縄県名護市、読谷村、北中城村などの議会には中核派系の議員がおり、議会への進出度は日本労働党と並び、日本の審査翼の中では屈指し。東京都知事選で青島幸男、を国政選挙で社会民主党、中核派系政治団体、 都政を革新する会の長谷川秀則を支援した。長谷川は1989年の東京都議選で当選しており、これは震災翼では史上初の都道府県議員であった。2013年には無所属の山本太郎の支援を訴え、山本が当選している。なぜを設立。反原発運動を通じて市民や学生をオルグしている。なぜ代表は、 元前学連委員長、小田洋介。2014年東京都知事選挙では、鈴木達夫を支持。公式サイトでも、動向を報じ続けたが、得票数12,684で、鈴木は落選した。2010年代の闘争方針として、中核派政治局は、国鉄闘争、改憲阻止、反原発闘争、革命的選挙闘争の三本柱で行うことを、 機関市場で表明している。とりわけ、杉並区での選挙や東京都知事選挙など、選挙闘争に力を注いでいる。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に、鈴木達夫が無所属候補として出馬。中核派は、機関市等で、鈴木の動向を大きく報じ続け、また、選挙区で大規模な選挙運動を展開したが、 得票数16,981で再開落選。2001年前半に第6回全国大会を開催した。第6回全国大会では黒田寛一の主張する哲学の徹底批判が行われ、角丸派に対する勝利宣言が出された。また、中核派批判を行っていた白井明元政治局員への粉砕宣言がなされた。 川共同再建協は、白井明への組織的なテロを謝罪する声明を発表した。1997年以降、中核派の指導体制は、議長、清水武雄、副議長、中野洋、初期長、天田美希夫と,として確立された。しかし、清水武雄による党内の独裁体制、中野洋による労働運動重視の指導方針について、 党内で次第に対立が生じた。2006年、関西委員会指導部の腐敗、堕落を訴えて、関西を中心とする党員の一部が、決起、関西地方委員会の議長であったヨガを追放し、指導部に対して自己批判、路線の転換を求めた。これら内部の動きについて、指導部はクーデターであると判断し、統制を行おうとしたものの逆に内部の強い、 反発を招いた。これをきっかけに、党組織は、道路千葉派を自称し、老祖内での主導権を重視する、清水議長、中野副議長を中心とした、労働戦線派と、これまでの路線を踏襲し、各方面での大衆運動に関わることを重視する、関西地方委員会中心の初戦線派と呼称後の革命的共産主義者同盟再建協議会へと分裂していく。 その過程で九州を中心とした平田派も離脱した。さらに全国各地で反中央派とされた党員に除名などの処分が行われた。これらの一連の動きを中央派は党の革命と呼称している。これら両派の対立の背景には急激な路線転換の際に切り捨てられた革命軍の兵士たちの処遇をめぐる確執があるものとの推測もある。 2006年に現役杉並区議2名も議会闘争方針の対立から中核派の政治団体、都政を革新する会から離脱し、無所属区民派を結成した。さらには運動の進め方を労働戦線に集中して、部落解放闘争を労働戦線の付随とするような運動方針をめぐって、これまで共闘関係にあった。 ブラック解放同盟全国連合会とも関係が悪化し、2008年2月には全国連から広島差別事件として、球団を受ける立場になった。中核派はこの問題において、球団を受けた2月時点では沈黙していたが、4月になって全国連を塩川はじめ派と規定して、広島差別事件はデッち上げだなどと機関紙で公然と批判し始め、 公式サイトから全国連サイトへのリンクを削除した。対する全国連側も中核派との関係断絶を宣言したほか、2009年11月には中核派と共闘関係を維持している西郷支部、杉並支部、品川支部の三支部に対し、支部承認の取り消しなどといった統制処分を通告するなど、両者の関係は断絶状態となっている7月に新組織、 全国水平同盟を立ち上げた。さらに杉並では、都革新と無所属区民派の間で裁判沙汰となっており、対立が広がっている。前進者関西者を拠点として、中央派に対抗して、川共同関西地方委員会は、機関し、川共同通信、理論士、展望を発行し執行部批判などを行っていたが、2008年5月に、 反中央派が結集し革命的共産主義者、同盟再建協議会を結成、その後2009年以降機関指名を未来へ解体した。従来はその主張について中央派批判を中心としていたが、現在では独自の運動方針を積極的に進めるようになっており、関西で活動している他の震災翼グループ、特に文都系の組織などに接近して、 共闘関係を組むよう模索している。その過程で1984年の第4にインターに対するテロールについての自己批判文書が発表された。ただし、この自己批判は内毛はそのものを否定したものではない上、政治的思惑の産物とも見られており、旧第4インター各派は反発する姿勢を見せている。また、中央派は全身2380号にて、 塩川はじめ派の敵対粉砕を第四インターに自己批判し三里塚闘争の原則解体に走るという声明を発表した。中核派は早々期は学生中心であったが、1960年代末に中核派系の反戦青年委員会の労働者が続々と該当武装闘争に参加するようになった。以降、沖縄闘争や三里塚闘争を、 狭山闘争などの戦いに労働者が決起した。また1970年代の対角丸戦、1980年代のゲリラ闘争においても労働者が革命軍の武闘を支えた。1990年代のゲリラ戦から労働運動への転換によって4大3別での戦いが重要視されるようになり、2000年代の階級的労働運動路線からは4。 第三別だけではなく、あらゆる業種の職場での戦いも重要視されるようになっている。2000年代後半からは、四大三別に、医療、福祉と非正規などを軸とする三別闘争が加わり、六大三別と呼ばれるようになった。公安庁佐長からは、中核派が参加大衆団体を隠れみのとして、労働組合などへの浸透を強化させており、 武装闘争路線を堅持しながら、組織拡大に向けた取り組みを継続、強化させていると指摘されている。中核派の学生政治組織として、マルクス主義学生同盟、中核派がある。全学連全日本学生自治会総連合がある。主な加盟学生自治会は、東北大学学生自治会、厚生大学文化連盟など。ドラフトドラフトは、 2020年2月に設立された大衆組織で主に首都圏の10代から30代の若者によって結成された社会を変えるための運動体としている。個々人の違いを尊重しながら不一致点は留保し一致点を拡大し可能な限りともに行動することをメユビスという。2021年3月には目白支部が設立された。法政大学2006年3月14日。 厚生大学事務局による縦間板撤去に抗議していた中核派活動家など29人が建造物侵入と威力業務妨害の容疑で逮捕された。逮捕時には約200人の公安警察が動員された。中核派はこの事件を2006-34厚生大学打圧事件として強く反発した。3月25日には29人全員が釈放され、 そのうち法政大学生の5人には定額や退学処分が下された。その後、処分生5人や法政大学無関係者も含む逮捕者を中心に3.14法大弾圧を許さない法大生の会を作り、学内外で抗議活動を現在も行っている。法政大学は警備員を常駐させて対処している。2006年と2007年中に 定学者に対して、無期定額や退学など、追加処分が下された。逮捕者は延べ126名。うち、起訴されたのは34名。2007年4月27日、退学処分に対する、中核派などのデモ中、中核派全学連活動家の学生ら2名が、大学職員への暴行容疑で逮捕された。しかし、デモに参加した、富山恒和によると、 逮捕は、転び工房の変形で、職員が、事前の打ち合わせ通り首を絞められたと騒ぎ立て、逮捕の口実にしたという。2009年4月24日、東京地裁による、乗船活動禁止1日処分命令、大学側による処分発令などに対する、中核派らによる抗議集会と、デモにおいて、中核派全学連活動家の学生ら6人が、 公務執行妨害などの容疑で逮捕された。2012年以降は、校内での活動は行われておらず、市ヶ谷キャンパス門前や飯田橋駅周辺での街頭宣伝を行っている。中核派にとって、放大闘争は、学生の最大の団結破壊イコール処分に対し、一人の仲間も見捨てないのスローガンで、さらに強固な団結を打ち立ててきた。学生と、 大学当局の非和解性を明らかにしてきた。人間的共同性を奪還する戦いとして、積極的構成的に戦われてきたものであり、砲台闘争の地平の上に活動することが、たびたび宣言されている。京都大学2012年に再建された、京都大学全学自治会同学会の運営及び、支援に組織的に取り組んでいる。京都大学熊野寮 B 胸地下にあるボックスが、 中核派系、全学連の関係先として、たびたび、京都府警察による家宅捜索を受けている。なお、熊野領事地会は、家宅捜索や、それに付随して行われた恣意的な報道に関して、抗議声明を発表している。その他の拠点校その他に、拠点校と呼ばれ学内での活動が行われている、大学は以下の通り、ミドルコアミドルコアは、日本の導入サークル。 事実上、中核派がコミックマーケットに参加する際の名義として機能している。ありがとうございます。